アンヌ・マリー・ルイーズ・ドルレアンは、フランスの王族、モンパンシエ女子、ラグランド・マドモアゼルの呼び名で知られる、オルレアン・コーガストンと最初の日、マリー・ド・ブルボン・モンパンシエの長女として、ルーブル宮殿で生まれた。母は出産後に亡くなり、アンヌ・マリーは、母から、モンパンシエ公くらいとシャテルロー行を受け継いだ。王帝とブルボン家の古い文家の相続人を両親に、持ち、 膨大な遺産を相続しているアンヌは、幼い頃から、様々な縁談が持ち込まれた。彼女自身は11歳年下の重低ルイ14世と、結婚することを望んだが叶わなかった。不運なのか自身のわがままのせいか、高貴な男性と結婚したいと不満が募り、当時プリンスオブウェールズだったイングランドをチャールズ2世の、名モ候補に含まれていたという、フロンドの乱が勃発すると、 ジュール・マザラン・スー・キ教に失望したアンヌは国王側につかなかった。彼女は軍の一体を率いてフロンド側のコンデコをルイ二世に味方したのである。しかし彼女の政治的重要性はわずか6ヶ月しか持たずフロンドの乱が王統派に早期鎮圧されると立場が不利になりルイ十四世からの不信を招いたためその後数年間資料に引きこもる生活をしなければならなかった。 1657年になるまで宮廷に足を踏み入れることができず、再び彼女の結婚話が持ち出される頃には、当時の結婚年齢を超えていた。アンヌは40歳近くになって、ローザンコアントワーヌド公文と恋に落ちた。彼はフロンドの乱で、国王側のトゥレンの将軍配下の軍人貴族だった。ルイは、この二人の結婚の許しをなかなか出さず、莫大な資産家である王族のアンヌを、 外国の王族にでも縁付けたいと考え、アントワーヌを捕らえ投獄した。しかしアンヌは、自身の所領であるョ和事情を、メヌ公、ルヨーギストへ譲ることで、アントワーヌの身の代金とし、10年かかって彼を解放させることができた。二人は1681年に秘密裏に結婚したが、アントワーヌは妻に敷いたげられ、アンヌの方も、夫とすぐに別居し、死ぬまで会うことを拒み続けたという。 信仰の生活を送るアンヌは、余生を、リュクサンブルール宮殿で過ごし、そこで死んだ。死ぬまでの7年間に膨大な回顧録を完成させた。子供がなかったため、彼女の持つモンパンシエやオーベルニューなどの所領は、ルイ14世の弟ルレアン公フィリップ1世と、その妻エリザベート・シャルロット、メーヌ公、コンティ公、ルイアルマン1世らに相続された。ありがとうございます。